遊んでいる子どもたちは気をつけてお家へ帰りましょう。Yeah, I don't know.
41秒3、41秒2。風で煽られます。300m。
Thank you.
ここまで来たらもう絶対離れないからね。すごくいい練習だよ。あと600。はい、かなり動いてるよ。はい、ここからも離れてるよ。あと500だよ。ペース上がったよね。今2分13。集中してますね。はい。もう暗くなってるかな。もう結構やばいです。もう、ゆかさんしか見えない。間違いなく来ましたね。お疲れ様でした。あとはロングジョップするなりは別に自由でいいんですけど、今日の練習ってかなり、雰囲気が変わったなって思うぐらいいい練習だったんで、まあ、理想としてはこの3分40が常に普通にできるペースを伸びるようにしてきたいな。もう4分から卒業して
で3分40行ってそのエリティストっつったら3分25ぐらいペースが終わったら止まんないでしょ。ペースないで確実にならしないになってきたら多分かなりのチームになってくると思いますんでそこを目指してとにかく気がなくやっていきましょう。あと今日みんなついてたんですごく良かったんですけどやっぱ練習って一人が離れ出すと徐々にバラバラしてくるんでこうやってまとまってやっていくってことが多分すごいチーム力を上げるのが大切だと思うんで今日は自分が思ってるようにみんなができたんでまあその代わり多分気候的にもちょうど良かったのかもしれないんでかなり動いたと思いますけど、まあ、今日のイメージしっかり持ちながらとにかく気がしないで継続してください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。全部3分40ぐらいに行ってくるね。超上出来でした。全員まとまった練習ができました。上出来すごいね。玉木すごいじゃん。今日みんなに引っ張ってもらったんで、はい、自己ベストだろこれ。ここはすげえ明るいね、はい、ここは明るく見える。確かに野球やってるかやってないあ、そうだね。あ、野球やってなかったのね。でもこれアップにすると暗くなるよね、はい、光がなくなってもうゆかさんしか見えなかった。ゆかさんしか勝たん。ゆかさんしか勝たん。ゆかさんしか見えんって言ってたから。あ、そういうことですか。同色じゃないですか。うん、本当だ。オセロみたいだ。靴はみんな光ってるんだ。玉木、流しの走りと本番が違いすぎる。あの動いてる。もうすごいよな玉木な。どこにいる？あそこに100。すごいにやかしてんの？400いった。何秒ぐらいいった？70？ 分かんないです。私だって5秒ぐらいだから。うん、でも早かったよね多分ね。200かと思います。うん、うん。